ホライフニュースマイクラ支局の女性記者、蓬莱ライフがホットな話題をご紹介。というわけで、本日は、その場トレセン会です。さて、これの作り方は極めて簡単。3マス四方の敷地の上に、土ブロック1個とソウルサンド8個を、ご覧のように設置するだけ。使い方も極めてシンプル。馬に騎乗して土ブロックの上に移動した後、クワで土を耕してから馬をジャンプさせてください。そうすると、高地が土に戻った途端に馬がスタックしますので、あとは全身キーを押すだけ、たったこれだけでいっぱい調教を行うことができるのです。なお、交代キーを押せば馬なり調教、横移動キーを押せば強め調教を行うことができますし、その場トレセン会をご覧のように拡張すれば、3頭合わせの調教を行うことも可能なはずです。夏場には、施設をご覧のように改装して、暑さに弱い馬を気遣ってあげてください。ホライフニューストピックスでした。ご視聴ありがとうございました。